藤原助政は、平安時代中期の苦行、農書家。藤原北家小野宮流、摂政関白大城大臣、藤原佐頼の孫。左小野江少将、藤原厚都の長男。三後の一人で総書で有名。天略元年助政が4歳の時に、父、厚都がが39歳で亡くなったため、祖父の佐頼によって育てられる。左小野少を経て、 王は元年中五位下に助爵し、自重に任せられる。王は三年頃に丹波守、藤原ため助の娘である敏子と結婚し、後方元年頃に長男の頼房が生まれたと想定される。右、兵衛健介、右近衛少将と武官を経て、後方四年、冷静天皇が即位し、父府、佐よりが関白に就任すると、十五以上に。 翌安納元年大上会の雪国氏の章として、生後医師と続けて少女される。また、同年、佐根よりの関白大上大臣辞任の上評文の聖章を務める。石関大臣知事の上評文の執筆は、農書家にとって重要な書写活動であったため、当時すでに助政は、農書家としてある程度の地位を築いていたと想定される。安納二年、 天遊天皇の即位後間もなく、宇宙弁に転任する。天独元年5月に、養父のサネよりが没するが、同年11月の大上海においてスケマサは雪、き、月屏部の色紙型を書き、その功労により、14位下に除せられる。天独2年左中弁、天縁3年14以上、上限2年には、消防から再建した新しい電車や、 門の変額を記号するが、園遊天皇からその筆跡を簡単されて、直録を与えられるとともに正四人下に助せられるなど、園遊長の前半は弁官を歴任しながら順調に昇進し、天元元年三義に任ぜられ、苦行に列した。天元五年になると、正月の東宮大教を途中で、総体、同じく正月に謝礼の行事に使う、矢の手配を、失念、二月の女御 藤原下河牛時代の愚部を怠る、伊予本森として、伊予国の文書処置を怠るなど、この頃の助政は法上、怠慢になっていた様子が目立つ。祖父、サネよりの生存中は実直に公やごとを務めていたが、サネよりの没後は逆境の立場に置かれて、不満が募っていたことが伺われる。なお、これら不始末の詫び状として書かれたのが、恩命帳。 国も渋み町である。さらに、同年2月には、壇上中地下密を自邸に拘禁してしまう。そこで、地下密方は事情を、関白、藤原頼忠に上申したことから、頼忠が助政に消息を使わすと、助政は慌てて参入し、地下密を放免することを約束した。この事件に対して、藤原サ介は、極めておかしなことで法官を拘禁するなど聞いたことが、ない。 と批判している。このことから、助政は利比をわきまえない、非常識な面があったと考えられる。英冠元年、遠友天皇の御元寺である遠友寺の楽景供養が行われた際、願門の聖書を行う。遠友長末の英冠2年再び造営された代理の電車、門の変額の記号を行い十三位に除せられている。同年に、花山天皇が即位し、その大上階でも、 雪月屏風の色紙型を書き、かんな二年の一条天皇の大上会でも、三度屏風の色紙型の筆を取った。一条天皇の即位に伴って、石貫の座は、藤原頼忠から藤原金家に移る。助政は、同じ世の野宮流の頼忠には接近して色々と、交渉もあったが、九条流の喧嘩とは、関係が希迫であまり交渉がなく、ますます不遇になったとみられる。 永遠二年東大寺の長年が、かつて日葬した際に受けた恩を射すべく、弟子の会員を僧に派遣して皇帝に物品を、献上するが、その中に助政の書二巻が含まれていた。花山朝から一条朝,朝にかけては、天皇の外籍である、藤原義親や、藤原道隆、道鐘、道長兄弟らに昇進で、次々と先を越される中、省略二年には、 太宰第二に任せられる。太宰第二は、役得が多いものの、賛議が任せられる場合は、大抵が兼任となるところ、助政は賛議を解かれて、太宰府へ赴任することになった。これは、当時の摂政、藤原道隆が、着手のコレ地チのために、賛議の席を空けさせたものと想定される。助政はこの移動に不満を持ったらしく、赴任にあたって、 道高に挨拶もせず出発してしまうが、思い直して挨拶を忘れた鳥なしを演者に頼んで作成した書状が理楽帳として現在に伝わっている。省略三年太宰夫夫人を称されて肖像くらいに除せられる。助政の書籍を愛好していた一条天皇は助政を九州へ下校させたことを後悔しており、助政に手本を書かせるためにわざわざ九州に使者を派遣した。 そこで、スケマサは当地に下校していた、源の茂に読んでもらった和歌を書いて一条天皇に、献上している。しかし、省略五年新人と乱闘したとして、宇佐八万具から訴えられる。乱闘を起こした事情は明らかでないが、八幡タの新人が御しを担ぎ出し、真意を傘に来て、応募をしようとした際に、これを防ごうとしたが財布官人が誤って、 見越し置いてしまった、あるいは、冬不遊を称する、八万宮の神領に対して、太財府が、租税や海域を厳重に督促して、争いに発展した等が考えられる。これに対して、左衛門の健介、これ胸三助が、太財府氏に任ぜられ、事実を究明するために、九州に下校する。ここで、スケマサは、病気を理由に、 太宰府氏との面会を拒絶し一言も弁明しなかったことから、朝廷に対する抵抗とみなされ、朝徳元年10月に、太宰第二の官職を説かれた。記録後は、太宰府での失策にもかかわらず、朝徳三年朝賛を許されて不都市交代号、休憩大部に任ぜられる。朝徳四年正月に、兵部教に再任されるも、三人に勘認されることがなかった境遇を嘆いてか。 中祖状として、答弁帳を書いている。同年7月25日公挙。去年55。最終官位は、全参議政参議票部卿。死因は、はっきりしないが、この頃、暴走の消結により、貴族階級の人々が多数没していることから、助ケも同様に病死したか。総書の第一人者として評価が高く、流霊で、躍動感のある筆跡は、 助跡とと呼ばれ、尾野東風、藤原光勢とともに三跡の一人に数えられる。当時より、農書家で知られ、遠遊、火山、一条の三天皇の大上階の屏風の、色紙型の筆者を務めた。三義用書には、助け三義省なる書が引用されており、尾野の宮家の一員らしく、古実についても一過ことあったとみられる。一方で酒を好みいい加減な性格だったようで、 大鏡は、お心ばえぞ、携帯者、少しは、女弟人とも聞こえつべくおわせしと表している。現存する親戚は、不始末の詫び状や言い訳の類が多い。例えば、李楽長は、太財府への下校に際して、節制の藤原道隆に挨拶を忘れた取りなしを、演者に頼む内容である。また金にも困っていたらしく、許可長は、自定が壊れかけているが、 修理費がないことを訴えている。一方で、詫び状という本来干渉には向かない内容の書状が今日まで伝えられたのは、ひとえにスケマサの筆跡の魅力ゆえだろう。また、詫び状でありながら、脱字があったり書き損字の上に重ね書きをするなど、執筆態度は存在であり、自らの不始末には一向に頓着せず、平気で書き流すことができた性格がうかがわれる。 太宰第二の任期が終わり、気楽途中、伊予国に入る手前の港で暴風雨に愛数日足止めされた。するとある夜、夢に三島明神が現れ、社の額をあなたに書いてもらいたいと思い、暴風雨を起こして引き止めたと告げた。そこで、助ケが神前で記号し、無事とへ帰ることができたという。この額は、大山済神社の宝物館に、 信号変額として所蔵されている。同時代の東大寺僧、長年は弟子の木本を僧に派遣した際、体操への献上品として、助政の書を携帯させたという。当時の関白、藤原道隆が東三条殿を造営した際、助政は、襖の色紙形に和歌を書くように命じられた。あまり人が集まらない早いうちに参上して、書くべきところ、 関白を、はじめ多くの苦行や、天上人が集まり、火が高くなるまで関白を待たせた末に、ようやくスケマサは到着した。スケマサもさすがに、このような状況で書くのは、いささか不作法と思ったが、書かないわけにもいかないので、急いで書いて退出しようとした。そこで関白からスケマサは、助走束を授けられたため、このようなことをしないでも良いのにと思いながらも捨てる、こともできず、 受け取った小族を肩にかけて、多くの人々を押し分けて出ていくという、なんとも、体裁の悪い羽目になった。所状畑山記念館像、国宝中期のないものは、苦行部人による、尊貴文脈による、ありがとうございます。